はい、どうも。今回の動画は鉄棒を使った腹筋のエクササイズを紹介します。腹筋といえば地面で行うのが一般的ですけど、鉄棒を使うことによって違う角度から腹筋に刺激を入れることができます。スポーツはもちろん、日常生活の中でもバランスを崩した時に体を立て直す筋力や、とっさに動かなければいけない時など幅広い動きに対応できる機能性も同時に追い求めた筋トレをするのがベストだと僕は思います。鉄棒を使った腹筋は地面で行う腹筋より多少難易度が上がります。ぶら下がることによって腕や握力、そして、肩にも負荷がかかり、そういう困難な状況で腹筋に刺激を入れることにより、より機能性の高い腹筋を鍛えることができます。ではまず一つ目のエクササイズを紹介します。行きましょう。はい、では行きましょう。まずは鉄棒にぶら下がります。この状態で片足ずつ上に上げていきます。この時意識してほしいのが、体を反った状態でやらないということです。顔はしっかり前を向いて、ちょっとこう前に出すような感じで、そして体も少しだけくの字というか、足の先っぽを前に出す、ちょっとだけ前に出したイメージで顔を前に出して上に上げます。そして腹筋に力を入れて、腹筋で足を上げるイメージで行ってください。これを20回です。やってみたら分かる通り、めちゃくちゃ握力と腕にもきます。なんで腹筋と同時に体、上半身もね、鍛えることができるんで、上半身の握力とかきつい中、腹筋にも刺激を入れる、これがすごく大事になります。そしてどんな筋トレもそうですけど、鍛えたい部分を意識して行うのが重要です。なんで今回は腹筋に効かしたいので、足を上げる時も腹筋で足を上げるイメージで、そして常に腹筋に力を入れて行うというのが大事です。そしてさっき言った体を反ってやらないということ、腹筋に効いてないのであればそれはいいフォームではないので、腹筋に効かすように行ってください。それでは2つ目のトレーニングいきます。2つ目のトレーニングは、両足を同時に上げていきます。なんでぶら下がってさっきと一緒です。こんな感じで両足を上げるパターンです。さっきよりも少しだけ難易度が上がります。これも20回行いましょう。意識するポイントはさっきと一緒です。腹筋に力を入れて体を反らさずに行いましょう。では3つ目のトレーニングいきましょう。3つ目のトレーニングはぶら下がって足を上げて10秒間キープです。このトレーニングはちょっと難易度が上がるんで、できない人もいると思います。できなければ膝を曲げた状態でこんな感じで行っても大丈夫です。これも1回目と2回目のトレーニングと一緒で、反らさずに顔を前に出して腹筋に効かしているのを意識して行うことです。もうね、だいぶ腹筋というよりかは握力にもめちゃめちゃきてて、握力のトレーニングなんじゃねえかなと思うぐらい手にくるんですけど、この回数とか秒数は、人それぞれのレベルに合わせて大丈夫なんで、僕は今20回そして最後10秒って設定しましたけど、別に10回10回で最後は、今のキープは5秒とかできるとこまででも OK です。それでは4つ目のトレーニングいきましょう。4つ目は今の体勢で膝を曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、これをやります。こんな感じです。1、2、これを10回です。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、69、80、81、82、8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 3、
これも、さらに難易度が上がります。これはですね、鉄棒にぶら下がって握力や腕にも負荷をかけた困難な状況で、さらに足を上に上げて腹筋にも負荷がかかった状態で、さらに足を動かすことによって腹筋にさらに負荷を入れていくというね、トレーニングでかなり効きます。そしてかなり機能的なね、肉体を作るにはグッドなトレーニングです。これは両足ができない場合は最初は片足ずつでも OK です。最初曲げたとこからこんな感じで片足ずついっても大丈夫です。徐々にできるようになっていけばいいと思います。はい、それでは5つ目のトレーニング、これはね、最後のトレーニングになります。これもさらに難易度が上がります。ではやっていきましょう。まずはぶら下がってこの状態でつま先をここまで持ってって下げます。これを10回です。これは結構きついです。このトレーニングは腹筋にもすごい来るんですけど、それ以上に上に来ます。そして今僕は肘を曲げずに伸ばした状態で行ったんで、これはフロントレバーの練習にもなってめちゃくちゃここに来ます。ほぼねここの筋トレみたいな部分はあるんですけど、これ伸ばしてやるのは相当難しいんで、最初は肘をこう曲げた状態でやると、まあそのキープするのに腕の力いりますけど、肘を曲げてやった方が腹筋を意識してできます。なんで肘を伸ばしてやる必要はないです。僕は肘を伸ばしてやりましたけど、かなり難しいです。そしてこれができないという人は、まずは膝を曲げた状態でやってみてください。こんな感じで、こんな感じで大丈夫です。はい、終わりました。以上ね、鉄棒での腹筋トレーニングを5つ紹介しました。いつもね地面で腹筋をやってると思いますけど、時々はこういう鉄棒を使って違う感じでね、腹筋に刺激を入れるのもいいと思います。ということで今日の動画はこんな感じで終わろうと思います。ぜひ皆さん試してみてください。ではまた次の動画で会いましょう。さようなら。